も平井弘明です。今回はですねティーアップについてやっていきますが、ただのティーアップではありません。カッコつけるティーアップと、ここでなければティーアップしてはダメというところを2つやっていきたいと思います。まずですね、ティーグランドもヘアウェイも全て平らではないんです。で、意外とティーグランドってもう平らなところで好きなとこ選んでティーアップしていいんでしょっていうふうに思ってる方結構いらっしゃると思うんですが、ティーグランドでも結構マウンドがあったりですね、こうへこんでたりですね、いろいろあるんです。そういうところでどういうふうにティーアップしたらいいかっていうことについて解説していきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。そもそもティーグランド、こうやって後ろから見てティーマークとティーマークの間のエリア、どこが平らかっていうのをまず後ろから見ていただいて、平らなところをなるべく探していただいて、そこにティーを刺すんですけども、それでもこうティーグランドが狭くてですね、どうしてもマウンドがかかってしまう場合っていうのはマウンドをまたぎます。どうやってまたぐかっていうと、ボールの位置とスタンスの間にマウンドを持ってきて、例えばこれがマウンドの頂上だったらこういうことですよね。ここにこうやってティーアップして、で構えてもらうと、こことここの高さが一緒なので平らなところでほぼほぼ構えられますよということになります。で、あとはあんまりまあやっていただきたくないのは、これもティーグランドがちっちゃくてどうしてもそのマウンドがかかってしまう場合に、フックを打ちたいんであればそのマウンドをうまく利用してマウンドのてっぺんにティーを刺すと、つま先上がり風になりますよね。なので左に行く確率が上がったりするまでは言わないですけど、まあ左に行く確率が少し高くなるのでやってみてもいいかもしれないですね。あとは逆、スライスを打つ場合はマウンドのてっぺんに自分が立ってボールが低いところにティーアップすると、つま先下がりの傾斜風になりますので、右へ行く確率が上がるかなと思います。あとは結構多いのが、左足上がりのティーグランドって結構多いんですよ。発射台と言われるティーグランドですね。で、この左足上がりの発射台のティーグランドは左行きやすいんで気をつけてください。打ち急ぎやすいですし、体重も右に残ってこうやって、なんとかの大砲とか言いますよね、明治の大砲なんで、こういう状態になりやすいので、なるべくその左足上がりというのはスイングも急がない方がいいですね。ゆったりスイングしてあげた方がストレートボール引っ掛けづらい球になりますので、ちょっとやってみてください。あとはティーグランド関係ないんですが、西日、逆光に向かって打つ場合はヘッドアップしやすいんで気をつけてください。結果が早く見たいんでしょうね。球が見づらいので、こうパッてこう顔が上がりやすい、体が浮きやすいので、そういう時も気をつけていただいた方がいいと思います。あと最後にですね、かっきょいいティーの射し方やります。女性なんかはこうやってこうやって刺したりしますよね。で、これでもういいと思います。あとは、クラブ置いちゃう人、こうやってやる人もいると思うんです。あんまりこれ、この2つは、まあ、男性なんかやると、あんまりかっこよくないので、どうでもいいんですけどね、ティーの刺し方なんて。クラブをこっち側に向けて、右足と右手でこうやって刺す。で、ポイントはですね、こうやって刺してこうやって離すんじゃなくて、どうでもいいんですよ。一旦ティーだけ刺して、こうやって一旦ボール避けてこうやって乗せると、あいつやってんなっつってなる確率が上がります。どうでもいいんですけどね。なので、そういう風にティーの刺し方一つで、ちょっと一連の動作やってみましょうか。こうやって構え、後ろ立ってこうやっていって、こんな感じ、こうやってやるとなんとなく雰囲気出ますよね。そう、こういう感じにティーを刺して一連の動作やっていただくと、なんとなく雰囲気が出るかなと思うんで、ぜひやってみてください。あとは自分なりにかっこいい刺し方なんかを見つけるといいですね。こう一回転刺して、こうやってガツンなんてやったりしてもいいと思いますけど、周りに人がいないことを確認してやってみてください。危ないので。そうですね。で、今回はですねティーグランドのティーの刺す位置とですね、ティーの刺し方なんかについてちょっとやっちゃったりしました。ぜひぜひですね、コースでちょっと暇があったらやってみてください。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。